最初に素晴らしい雰囲気の中で試合できたので感謝したいと思います。インドネシアのサッカーの熱量もそれ感じて、とても立ち上がりが難しく感じた試合だったんですけど、今回結果シュートで結果が終わると良かったなと思います。まずボールが前にこぼれた時に中の状況を確認して、でそれで、逆サイドの選手だったり、ストライカーの選手、ネットの選手が走ってきているのは見えたんですけど、あまりクロスを上げるのに十分のスペースがないなというのを感じたので、中を見ながら、試合中のディフェンスの位置を見ながらというので、判断を変えながらというところで、ゴールの近づいているのも分かっていたので、あとは空いているところにシュートを打ちました。まず、最終予選の出場機会に関しては、もちろん、こういう選ばれている選手全員が試合に出たいと思って、日本代表に来ていると思いますし、チームで結果を残してきているのは間違いないとは思うんですけど、日本代表という立場というところは、まずは、偉大な立場であって、選手として選ばれることは光栄なことなので、それに対して、もちろん、選手誇らしく思っていると同時に、やっぱり、日本代表といえど、ヨーロッパのトップクラスでやっている選手たちがいる中で、もちろん、練習の中から、当然のようにものすごい刺激があって、っていうので、本当に試合に出たいという思いは、僕以外だけじゃなくて、ベンチの選手とメンバーになれなかった選手は、もう全員一緒なほど持っているというか、試合に出たいというのを持っている中で、素晴らしい練習をやっぱできているし、全員が全員チームのために、日本代表としてワールドカップで優勝するためにという思いを持って、日々取り組んでいるので、あとはチャンスをつかむかつかまないと、日頃選手たちのプレーで見せるだけだと思うので、それを監督がどう、組み合わせていくかだと思うので、選手たちはしっかり日本代表でいられるという立場に感謝して、それを合意を持って、それをプレーで、体現することが大事だと思います。セレブレーション、そうですね。もちろん僕は自分が出てない時も、出てる時もそうですけど、得点が入った時はものすごい喜んでる、喜ぶというか、チームのためにというか、本当に嬉しくて喜んでるんですけど、いざ自分がやっぱり逆の立場になってみると、なんかものすごい嬉しかったし、サブの選手たちがすごい笑顔で走ってきてくれたし、スタメンに出てる選手も走ってきてくれたので、すごいチームメイトに感謝したいですし、さっきの質問のこうつながる部分もあるというか、僕が出場機会がなかなか得られないときも、チームメイトは常に励ましの言葉をもらってくれてたし、練習でも、明るくというか、過ごしてくれたので、本当にチームメイトにまずは感謝したいですし、このゴールは、チームメイトがいたからこそ、取れたなと思います。はい。Last question to this guy, please. Okay. Thank you very much. Thank you.そうですね、今日の試合を振り返って、まずは、素晴らしい、インドネシアのサッカーを取り巻く、熱狂的な雰囲気の中で、試合ができて、サッカーに携わるものとして、非常に、嬉しく思っています。一方、インドネシアの、サポーターが作り出す、雰囲気が、我々にプレッシャーとなったところはありますが、スタートの、ところでインドネシアがビッグチャンスを作る中、今日は耐える時間に耐えると思う。ことを選手たちと試合前に共有していた部分、まさに選手たちが相手の部分で、相手にチャンスを止めて、使いながら自分たちの流れを持っていってくれた選手たちの、強く戦いという部分を強化したいと思います。インドネシアには
約2万人の農民の方々が生活をしているというふうに聞いています。インドネシアサポーターと同等に、日本のサポーター、日本財団のサポーターとアウェイの地で、我々にエールを送り続けてくれたことが、選手たちが最後まで戦いに行くということだと思いますので、サポーターの皆さんに感謝したいと思います。以上です。必要できるだけの、力を、持っている、チームだと思います。選手個々の、能力を見ても、ワールドカップに出場するだけの力もあると思いますし、今なかなか練習の時間が取れてないところもあると思いますが、新慶應監督が、なかなか練習ができない、ニューフェイスのメンバーが、いる中でも、うまくチーム作りをしていると思いますので、これが、時間が、経てばどういう結果にもつながってくる、ということを、今日の試合で感じました。まあ、だ何よりも先ほども言いましたけど、インドネシアのサッカー熱が素晴らしいと思いますし、今の、キカ選手を、強化の一環としているところも、国策として、国がサポートしている、ところは間違いなく、サッカーの、現場で、強化につながる部分かなと思います。自分たちの勝利をつかみ取りに行くという姿勢を見せてくれたと思います。その後、ピンチがあったりとかした中で、そこを我慢強く耐えながらということを、実践しながら、おっしゃられる通り、流れは、ここという流れのギアを上げるべきところで、選手たちが、得点の部分、トライしてくれたと思いますし、我々にとって有利な状況の中で、ゴールに向かって、より圧力をかけていくということをしてくれたおかげで、得点が加え、試合をものにできたかなと思っています。監督やコーチングスタッフ、ミーティングで我々が、ミーティングやトレーニングで、試合に向けて、準備したプラン、プラスやはり選手たちがピッチ上で、いろんな流れを見ながら、足をしたたかに、戦いをしていく、勝利をつかみ取るという部分、選手たちの、意思共有が、今日試合に向かって、非常に、素晴らしかったなと思います。これからも、チームでの決めることプラス、現実に何が起こっているかというところを、照らし合わせながら、現実の、最善最適をピッチングの選手たちが反応するライデンを準備していきたいと思いますし、選手たちにもコミュニケーションを取っていきたいと思います。それともう一つ勝ち点7差ということで、グループのトップにいるということを公式化されたと思いますが、まだまだワールドカップ出場というところでは、掴み取ったわけではないですので、完全に、まずは、ワールドカップ出場というところの、一つの目標となる、ところを完全にクリアするまで、しっかり、記録関数で、戦い続けていかなければいけないと思いますし、我々は、世
界一になるという目標を持ちながら、今の、成長にチャレンジしているというところも、我々が持っています、ですので、まあ、一歩一歩確実に前進することを忘れてはいけないですが、高い目標を持ちながら、現実の勝利をつかみ取っていく成長していくということをこれから考えて、チーム一丸となって前進していきたいと思います。